絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。本当に一人一個なの？いや、そりゃそうだよ。え、本当に勝負なの？だって勝負だよ、だってこれ本当に勝負なの？そうだよ、本当に勝負。これルール決めで、一番食べれなかった人が料金を払うという。で、ちなみにですけども、まあ、スタッフ分も入れてね、はい、26,000円になります。26,000円？はい、何回目だこれ。まあ、まあでも回ってる中では2回目ですね。2回目か、はい、そうだね。まあちょいちょいで俺たちね、回さなくてもやってるの。いい加減回そうと、はい、相当やってるんで。相当やってるから、うちうちでやってるっていうね。あれとか意味がない、意味がないこっちで。じゃあ26,000円をかけて、はい。で、これはもう制限時間は、いや、それそういう余計なこと、余計なこと、そういう余計なことですね。特にね、いや、まだ触っちゃいけないんですよ。あ、生地の子嫌いになった。でも絶対多分だけど、生地が一番食えないと思うよ。だよね、うん、いやでもそういう瞬間いいって結構頑張るんだよな。まあ、頑張るは頑張るよ。はい、ということで、じゃあそれでは皆さん、はい、これから対決なんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、いただきます。いただきます。美味しく食べてね、美味しくね、もちろん一人で食うんだから、これ醤油かけて、うん、全然好きなように食べて、好きなように。これすごいでしょ、これ本気だからね、俺たちいつも。やばいよ。え、ジョーさん、今日あれでしょ、この前って食べてないんでしょ。え、食べたよ。食べてます、ね、うん、食べて食べた。今日は僕、本当にここ撮影直前食べてるんですよね。あ、食べてきたの？おにぎり2つ食べちゃいました。あ、そうなの、うん、俺は、ちなみにだけど、うん、何も食べてない。あー、ずる。あ、縁側あるね。縁側、美味しいよね、うん、いやー、これどっちから行ったらいいのかな、うん、あ、美味しい。いいですね。あ、フルーピーの好きなエビがあるじゃん。はい、欲しいですか、ね、このエビだけ。早いな、ね、早いな、いいな、早い。でもこれさ、シャリが意外にちっちゃくないのか。そうですか。うん、ね、うん、ちっちゃいよね。そのメンタルね、ちっちゃく思う、うん、これ回転寿司のお皿にしたら 何皿分ですかね。18ですか。18皿。18皿食べたことないな。スシローさんの家族団らんセット、あ、3人前。3人前ジョーチャンネル団らんセット、うん、あ、これいけるな、いけるな、大丈夫か、うん、全然いけるじゃん。大丈夫だね。うん、だって提供時代は結構食べてたんじゃないですか。食わされてるけどさ、高校何年前よ。確かに。え、提供の時は寮ですか？2年間寮。提供の寮ってどこなの？え、板橋。え、板橋どこ？板橋体育館の近く。へえ。あの当時のメンバーだと中田浩二さんも寮。浩二も寮。いやでもね、え、何年かまでだよあいつ。なんか親は転勤族かなんかで都内に来てた多分。途中から通いになったの、うん、帝京魂とかよく言ってるけど、別になんかないの？あれ、魂っていうのは、うん、俺たちの時に別に使うもんじゃないから、表に。あ、表にね、出すもんじゃない、うちに秘めてるから。そう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 、うん、うん、ジョーさんの見たら見えた。おー、早い、早くね、早いよ、びっくりだね。違う、俺思ったんだけど、前回は思ったけど、ジョーさんね、全く喋んないわけ。それずるいですよ、うん、ある程度喋ってください、うん、これジョーさん喋んないと、ジョーさんチャンネルだから。前回の学んでるこの人、ペース早い。ほんとだ、1列ごとくっと食べんのはね、みんな早いですよ。食べきるのはもう前提だけど、うん、でもそれでも一番遅い人はダメだから。ほんとに、うん、これいけそうだと思っても結構いけないからね、食べんの、うん、うん、まあ結局なんだかんだ言って、うん、この3人の戦いだからね。今日は記事に来てもらったからね、うん、お金も払って帰ってもらえない。出世払いよね、払う時が来たね、うん、全然なしにしてくれなくてもうすぐ払うわ。回転寿司ってどこが一番うまいですか？好みに。好みあるよね、好みね、うん、でもすごいな、感分ね、あれなのね、うん、僕はくら寿司だと思ってました。あー、くら寿司さんもね、美味しいし、うん、あの埼玉のあそこ美味しかったよね。あ、美味しかった。学生行ったんだよ、はい、学生寿司、うん、ガッテン寿司、うん、ちょっとおたためるな、知らない、皿売りのね、そう、知らないんだけど、ガッテン寿司美味しかったよ、うん、じゃあ銚子丸みたいな感じ、うんうんうん、千葉で言うね、うんうんうん、いい例えでしょ、うん、今とカットになりました、うん、前見て、もうなくなっちゃうよ。やばくね、早い早い、いやでもね、喋、うん、ってないのはペナルティーだよ。フリージュ喋んなって言われたじゃん。確かに、間違いない。
この間前回の見たけど、うんうん、しかも本当言ってやるのね、うん、みんなね。そう？うん。そんなことないけど。前回のマジでビビりましたわ、早さ。だから多くて駆け引きなんだよね。うん、確かにそう。だからあの焼肉屋さんに、ね、行った時はもう本当にちょっとねやばかったの俺も。2個目引いた時にちょっと結構やばかったの。だけどこれも先にもうあと2回ぐらい行けばみんな多分もうグロッキーになっちゃうかなと思って精神的にね。でやったんだよこれは。いやもうまんまとなってましたよ、ね。まんまでしょ。俺はね、今でも思うけど、網替えしなかったの許せない。あの網替えはね、マジでお腹いっぱいになる。すごいよね、もうそうやって言ってるもんね。あの時間がちょっとね。あの時間きつい。もう早くあるよ。いや、マジで早い。マジクチューだ。みんな早食いね。だからこういうふうに回すと頑張っちゃうんだって。でもこれ確かによく知ってるもんね。昔、食わないもんね。食わねえだろ。うん、あ、もう箸止まってるよ。大丈夫噛んで食ってるから、うん、あ噛んで食ってるから効くなってきたというか、ね、から、うん、だからきっちりと思って止まんない方がいいね、これね、うん、やっぱね、うん、なんかプロの人に勝てんのってこういうのとしかないじゃない。さっきの話違う。プロサッカー選手とかにバーテの、バーテ勝てんでしょ。バーテはまあ、バーチャーバーチャーバごちそうさまでした。まあ、すげえ。おいわ。やばい。流行ってくるだよ。すごい。今日今回すごく本当早い。ちょっとお腹空いてたの。まあまあ。お、2貫食い。来た。お、あ、なんか大食いっぽい。生地も全然食わないからね。うん、昔からね、うん。でもさ、俺たちさ、すごいでかいとかさ、サッカー選手だからとかってさ、食うと思われちゃうのね。うん、一番困るのがさ、あのいろんなお店行くじゃん、うん、そしたらさ、あ、来ていただいてありがとうございますみたいなさ、で、ね、散々俺作った後にサービスですみたいなね、 あれはね、ほんとちょっとね、ありがたいんだけど食えない、大変なの。まあ、残るも失礼ですよね。そう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 、うん、だから、だったら料金割引してほしい。だから僕ら、普通のやつでそんなサービス受けることないもんね、僕らね。まあ、そう、ありがたいんだけどね、うん、まあ、だから俺レストランやった時は知ってる人とかね、うん、それだったらもう先に言うの、生ハムとおチーズとね、うん、こういう盛り合わせから出しますから、うん、そのお金で食べてくださいとかね、うん、もちろんジョーさんのお店行ってたんですか。うん、よく行ってたよね。うん、行ってみたかったね。行ってみようです、うん、おしゃれな感じなんでしょ。うん、おしゃれだよね、うん、キャンドルでね、うん、キャンドルジョーみたいな感じ。本当はさ、なんかさ、電車が通るっていう話だったのよ、うん、そこにでも通んなかったね、その手前までしかね。うん、そう、だからそれはちょっと大変だったけどね。何年ぐらいやってたんですか。3年ぐらいやったんじゃない。あ、うん、結構やった。うん、お、フルピーワニもう、うん、あと一つ、あ、フルピー、おー、スーピーいった、すごい、スーピー、スーピー負けたな、さました。おー、すげー、おにぎり2つ食べたんでしょ、さっき。はい、あと、フランクフルトね、ほんと直前大嘘つくじゃん。なんでそんなお腹空いてない、うん、はい、ということで、はい、これはもう記事が一番最後です。はい、はい、ね、はい、25万円になりますね。大丈夫でしょ。2万なんだっけ、いくらだっけ。あんまり提供魂見れなかったですね。早くね、マジで一番大嘘つき。だからもうバーテも気をつけて、もしかしたら。いや、ないでしょ。もうそれででもさ、負けたら本当にね、それはもう出産でも何でもやるよね、うん、マジで。まあプロですもんね。でもびっくりするよ、だって挑んでくるんだから。うん、そう、俺もびっくりしたよ最初。びっくりして、フィーケル対決やりましょうみたいなさ。えっつって、俺一応そうプロでやってたんだけどって思うんだけどね。感覚麻痺してますね。そういう意味だよね。そうだね、うんうん、でももうみんなコメントも入ってました、羨ましいって言われたらその通りですよ。まあ、そうね、うんうん、記念っつっちゃあれですけどね、うん、本当にだから記事との対戦でね。そうね、うん、誰かってやったことあるんですか。まあすごいでしょ。その自信ね、うん、だってボールさ正面に蹴ってみた、思いっきり蹴ってみてみたいな言うからさ、思いっきり正面蹴ったの、そしたら股にバーンって当たってさ入ったんだけど、え、どこ行った
ったみたいな本当に嫌だった本当に嫌だった早くて、うん、そうだからジョコさんのボールだと本当間違えてこんなのやったら本当に危ないと思ってハックが繰り骨折しますよ、うんうん、砕けるはいということで、はい、記事はもうここでギブアップギブアップ、うん、ギブアップって初めてですねあそうでしょう、はい、苦しいマジでそうでこれ残ったらやっぱりこうねもったいないということでね、はい、これはもう一番愛してるフルティがねジョーさんがいや金に決めてもらえばいいじゃん金に、ね、誰にこれちゃんと食べてもらいたいかね確かに確かに、うん、俺が選んでるの選んでるの全然お世話になった方に、うん、何お世話になってるお世話になる方に記事が決めて記事がお世話になったなと思う人なったなそれはせこいよそんなん言ってたらフルティでしょまあフルティ決定はい、じゃあフルピーに渡してくれますよ、はい、はい、どうぞこれはスズンピー一緒に食べよいやいやいや、もうフルピーほんとにいやいや、さすがに僕もあの余裕なわけではなかったんでいや、だけどさ、だってもう指名が入ったからね、うん、光栄じゃない、でも木島さんからしたいって確かに、愛する木島さんね、ほんとねみんなに言われるってことは、ほんとにそんなに言ってくれていや、ほんとなのすごい、やばくねほんとやばいよこれ僕本当に20回ぐらいは雪の結晶って話聞いてますけど、ね、フルピーすいませんいや本当にすごいよそうなんだ、うん、冗談で本当ですこれはいいよって言ってんだけどそうすごいねいいよいいよ記事いいよ記事いいよ全然いいよ決勝頑張ったねなんだよどの目線やばいどの目線俺の地元のやつらも喜んでるよあの雪の結晶見てたから本当うんだからそうね俺バイトの帰りに記事を見かけたの、でその一緒に行ってたやつもねサッカー好きでさ、うん、あれ昨日の提供前って言ったら10万だよっつって俺一緒そうサッカー好きでごちそうさまでした最後タイヤ上げてくれるかねフルピーがねちょっと食べないね1個ぐらい食べれるでしょとりあえず食べられるだけ食べられるだけ食べて食べられるだけ食べたんだよ俺もいやだから分かるんですけどとりあえずこれ分かる食べられるだけは食べたんだよ生地からもらったのにそうっすね僕もなんか申し訳ないでしょそう簡単に食べられない俺も食べてあげたいんだけどでも生地からではと言われたからさ悪いなでももう本当生地の思いは、うんうん、もう耐えられたチャンネル登録よろしくお願いします。